さあ始まりました、ウリとチャンネル、ハロー、サスケです。アゴリの見よこれを、キャンピングカーだよ。いつも借りてるキャンピングカーのさらにでかいキャンピングカーを借りてる。今朝9時です。おはようございます。おはようございます。これから何をやるかと言いますと、このキャンピングカーの中で24時間2人共同生活したいと思います。今まではどちらかだけっていうルールだったんですけど、初の試み、2人で共同生活しようと思います。他にいろいろ設備は整っているんですけど、調理器具とか寝具とかね、もろもろは何も一つもありません。で、今回はですね、1時間に1回ゲームをやって、そのゲームにクリアしたら1000円だけもらえます。そしてですね、何か食べたいときは必ず料理をしなければいけないというルールにします。あれ無理だね。24時間だから明日の9時終わりってことね。そしてゲームはですね、結構運任せなゲームにしました。そうじゃないと簡単にクリアして1000円ゲットできちゃうみたいなことになっちゃうから、24時間キャンピングカー共同生活、いってみよう。それではキャンピングカーオープンです。いらっしゃいませ。じゃじゃーん、めっちゃ広い。すごい広い。このベッドもすごいでかいもん。で、テーブルあって椅子あって、で、そこキッチンで、こうやって寝れるもん。で、橋で、そこキッチンでベッドとかもあるんですけど、2段ベッドもあって、こんなお部屋で2人共同生活ですよ。24時間スタートです。まあ、もうスタートしたんですけどでは一発目の9時のゲーム、設備あるけど何もない状態でしょ。しかも共同生活だから何もないとやっぱイラ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 して喧嘩しちゃう。それが共同生活なんですよ。とりあえず俺は思っていることが1個あるよ。絶対にいずれお腹が減るんだ。今はお腹がうんぬんかんぬんじゃなくって、今のうちに料理器具とかを買い込んだ方がいいと思う。1000円って一瞬なくなるよな。この前の100均だけ生活3000円だったんだよ。一個一個クリアしてって貯めとかなきゃ。引きます。おれーさらば吹き矢。吹き矢かー。すぐクリアしましょう。そうだね、もうこれ大事、はい、この上からこの吹き矢でこの動いている的を穴を開けます。弾は3発のみ。3発以内に穴を開けることができたらクリア。これもう初っ端から難しいゲームじゃん。これマジむずい。一応このトンネルとか雰囲気作りのために置いてます。どっちがやりますか。でも射的といえば俺みたいなところあるからな。でもここはもう初っ端成功しとこう。よっしゃ行くぜ。それではアゴキングスタンバイ完了しました。一発目お願いします。うわーうわー吹いた。意外と早い。もうちょっと早めに吹いた方がいいかも。ラストラスト頼む。うわ早い。うわ早い。うわ早い。早かった今。うわもう失敗。というわけで失敗してしまったんですけど、今9時20分ぐらいです。残りの時間を使ってですね、ちょっとこのキャンピングカーの紹介していこうかなと思います。ほら。これ遠いんだけどね、はしごもついてるんだよ。そう。忍者忍者。うわめちゃくちゃ広い。ここはまあ2人かもしくは3人いけるかもしれない。こっちね、ここが2段ベッドになってて、このアゴキングの身長が177センチの人が寝てちょうどいいぐらい、はい、横幅もね前のやつよりも長い。そうここになんとコンセントがついてるんですよ。ここはね物置になってて結構前で、ここがキッチン。まず電子レンジあるんだから、これでも何でも作れちゃうよ。はい、冷蔵庫ね。これ前回のやっぱり大きいで、ここがいつもの流しだ。出た出た出た、水出た水出た。今回これですよ、ガスコンロー。すげえな、しかも二口。あ、すげえ。あったかい。ここですよ。まだ見てないよ俺これ。オープン。出たトイレだ。じゃん、あ、ほんとちゃんとトイレになってる。あ、シャワーあるんだけど。そう、シャワーもいるんですよ。座ってできるっていうのがいいですよね。確かに。すいません。はい。まあ普段はこうやってね、テーブルにして使ってみんなでご飯食べたりできるスペースなんですけど、なんと変形します。うわすげえ。 LG で2人この辺と、テレビがついてんだよ。これで DVD 見ることできるんですよ。エアコンついてます。そう、夏でも冬でも持ってこい。最強のキャンピングカー現る。夢のキャンピングカー。ちょっと10時まで待ちましょうか。それではですね、10時になりましたんで10時のゲームをしよう。これも腹減ってきた。ど真ん中ティッシュキャッチ。これはもう、うん、やゲームなんで外に出ました。ちゃんとキャンピングカーを使います。で、このピューピューブエっていうね、子供が遊ぶやつで、ティッシュがあります。このコマの、はい、からこのティッシュをアゴキング落としますかって、これがこれでキャッチをしなければいけないと。で、下に落ちちゃったらアウト。一回勝負。あ、痛い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 。こんにちは、頼むよ。オッケー、3 2 1 GO。 あ
どなた？どなた？アウト。おー、かけんな。これいけたんじゃない？これいけたね、頑張るわ。おまけ。何やってるんですか？え？何やってるんですか？まだこれからですよ。いや、この1時間の過ごし方は自由じゃん。共同生活がもう喧嘩始まってる。お前だって先24時間だよ。スマホも一切ないですし、一応これテレビつくんですけど、テレビは一応ルール的に禁止にしてます。見たいなら DVD を借りる。あー、暇だ。そういうことないな。今腹減ったよ。ちょっと喉も乾いてきた。次 の, あのなんか買うものをもう今のうちに決めとくっていうのはあるよ。もし獲得できたらの話だけど。ビュービュービュー。いや、それ言ったらお前的当てもおかしいだろ。いや、的当てむずいから。的当てはやることはないんだよな。24時間それがきついんだよな。何食べたいか考えようよ。もう決まってる。調理器具を買ったら、うん、もう多分残り数百円しか残んないんだよ。だからもう決まってんだよ。広いでしょ。はい、おにぎり。ごめんなさい。はい。11時になりました。おー、1時間経ったか。退屈な1時間やったな。あんまないってやばいね。もうね、お昼前だから。ちょっとやばい。ピンポン玉流して。これも運だからな。ピンポン玉流して、そうですね、キャンピングカーの小窓からアゴキングがピンポン玉を流します。この細いこの木、ズン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 と、で、このバケツの中に入れたら OK で、一応これ3回チャンスあります。いきますよ。ゴー。頼む。あー、ゴー。頼む。あー、チーン。頼むよ。あと2回しかチャンスないからね。では2回目。うわー、惜しい。うわー、ラストよ。絶対決めたい。じゃあ行きます。飯食える。叫んで余計のとか置いたら、なんで1000円ゲット。これでもう買い物に行くべしょう。行きべしょう。すごい走ってるよ。でけえよマジで。初1000円ゲット。イエーイ。買い物行きましょう。とりあえずあのスーパーに向かいましょう。食材買いたいんで、あと100均なるべく安くしよう。シャーイ、買ってきたぜ。何を買ってきたか言ってやれ。ラッポーサスケはこれね、アサゼリオレンジの天然水。まあ調理するにはやっぱこれが必要ってことで、フライパン100均で300円。これが1回買えばね、今後ずっと使えますから。今日のご飯はこれ、焼きそばで、具として、これキャベツ、もやし、牛脂。そうなんですよね。箸とお皿、これで全部で1000円以内に収めました。困ったことに包丁買うお金はなかったんです。なのでもう手切りだ。手切り。キャベツこんぐらいでいいよね。ってことはこのキャベツ取っとける。オッケー。土曜のお昼って感じ。買い物行って料理作ってたらもう1時間だ。そう、あとゲームもやってるから。あ、おー、いいじゃん。いい。ほら、うまそう。うまそう、うまそう。完成。乾杯しようや。うん、光る。うわ、いただきます。うまい。うん、うまい。 いや、家で食ったら多分普通の焼きそばよ。お、ぴったり12時今。ほら、取ったぞ。よっしゃ。ゲーム、俺が引く。こりゃボールで立つ。これはね、だいぶ技術が必要なゲームですよ。むずいのよ。ボールで立つ、的があります。2回投げることができます。2個の合計が100以上になったらクリアです。ただ、的はここにポンって置きますんで、投げる人はこっち、一番遠いここ、ここからこの距離で投げます。的はどこにあるか見えるけど、数字まで見えない。そこからもう数字全く見えないでしょ。全然見えない。的にこれがうまく乗るってことだけを考える。いくよ。一投目お願いします。それでは2投目お願いします。おー、ついた。おー、ついた。いくぜ。やっついた。点数はこじ10点。オーマイゴー、オーマイゴー。よく当たった。
中って一番低いんじゃないの。一番低いよ。だね、こうなってくるとここからの1時間地獄。フライパンでも合いますか。どんな時だった。で、拭くものがないので玄関層残してますから。確かに飲めるんですよ。おーい、そんな飲んじゃっていいの。次いついけるか分かんないよ。1位に着きました。続いて、ああ、うざい。キングさんにかかってます。これは何が通ったでしょう。これはいけるんじゃない。どうだろうね。説明します。ちっちゃい小窓があるんですよ。ちっちゃい小窓、外に出て、はい、上から物をポッと落とします。青キングさん、ここからもう見て旬で答えてください。いつでもいいよ。それでは落とすものはこちら、これを落としまーす。いきます。ケムクジャラだった気がする。ケムクジャラだったよ。ごめんください。鏡をこれ成功しないと。ライオンのぬいぐるみ。正解はジャビットか。ジャビットか。うわ、全然分かんなかった。よいしょ。なんでこれやるな、これやるな、これじゃやんね。もう尽きちゃう、尽きちゃう、尽きちゃう、もう尽きちゃうよ。いいのね。尽きちゃっていいよ、俺はもう尽きてる。尽きましたと。成功したらでっかいドリンクを買おう。この水をさ、飲めばいいんじゃない。残念ながらなくなっちゃうのよ。使える量決まってるんですよ。節約節約していかないと大事な時になくなります。じゃあシャワーだけ浴びさせて。いやいや、ふざけんじゃん。でも別に次成功すればいいだけだから。したらもう飲み物なんか1リットル分買えますから。まあ次俺がチャレンジなんで任せてくださいよ。また1回も成功しねえだろ。あんたも1回だろ。ゲームが難しすぎる。今んとここの5個全部難しい。いや、さっきのジャビットくんはできたよ。いや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 、キムクジャラのわけ。なんか欲しいですよ。無理だよ。絶対ジャビットくんできたわ。これこうやはい、それでは2時になりました。きたきたきた。いや、飲み物と時間を潰せるもの呼んでいる。一番上のフードが呼んでる。わー、吹き矢。いや、いける。やろうじゃねえか。3発しかないからね。うわっ、うわっ、ドリンクホルダーで入った。うわっ、まっ、うわっ、うわっ、うわっ、終わった。一緒。ラストチャンス。わっ、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 地面で入って、はい、着、はい、きました。はい、買ってきたよ。いや、もう大丈夫なんで、ありがとうございました。お役目ごめん。もう喉カラッカラなんで。これでガッチャ。これもう100円しないっしょ、スーパーで。コップ、料理するって時にはやっぱりこれが必要。包丁ですな、ですな、まな板ですですな。これどっちも100円です。これが揃ったらもう今後何が来ても大丈夫じゃないですか。で、ここでこれからこのキャンピングカー生活をより楽しくするためなの買ってきました。こちら、ザイテクゲー。寝ないでやっちゃう、寝ないでやっちゃう。テンポンテーブルできるね。で、これで700円。うちらにはまだ使命があるんです。 DVD をね、借りたいという使命があります。そういうことです。スタヤさんの方に行きます。行きましょう、行きましょう。はい、買ってきました。昨日のからレンタルしてきましたっていうかね。新作、純新作じゃなければこれ100円なんで。じゃあ結構借りてきた。じゃあ、じゃあ、じゃあ、 T カードがですね、ちょっと更新しなきゃいけなかったんで210円かかってます。だから逆に1枚だけ借りた、ラッキー。その代わりウォーターボーイズ借りてきました。オーケー。しかもこれテレビドラマの方で1から3話入ってます。あ、じゃあ3時間持つじゃん。それやるの楽しみに。3時になりました。よっしゃ、頼むよ。ゆえんちゃん、まだ1回もクリアしないんだから。ムイグさん、じゃあおこー、これズン、マシュマロキャッチ。いけるかな。これね、相当難しいですよ。今からマシュマロキャッチをします。普通に投げてパクって加えるんじゃなくて、キャンピングカーを利用します。キャンピングカーのこれ助手席と運転席の窓を開けて、ここから投げて車を通過させて、向こうにいる人がキャッチしないとダメ。でマシュマロキャッチさ、結構山なり投げるじゃん。山なりでも無理だよねこれ。直球。うわー、俺の口狙える。狙える。これどっちかっていうと投げる方が重要よ。いくよ。一球勝負、一球勝負。せーの。あー、落ちた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 。分かってたよ。いや、俺カーブ1000円ならず。さっき買ったゲームでちょっと時間潰そう。しゃーのもんや。喉カラッカラやで。はい、乾杯。よいしょ。あー、
生き返る。とりあえず4時まで卓球やります。5点マッチで負けた方がしっぺいいよ。ボールじゃんけんぽい。はいはいはい、めちゃんこ狭い。よっしゃ、イエーイ。サーブやったら負ける。イエーイ。サーブとか関係ないよ。じゃあサーブいけちゃおう。スマッシュ。よっしゃ、イエーイ。リーチュー、リーチュー、リーチュー、リーチュー。よっしゃ、よっしゃ、よっしゃ。うわ、よし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 4時過ぎました。あと熱中しすぎて4時過ぎちゃったよ。そろそろ夕飯の気持ちにもなってきたから、なんか腹減ってきたよな。腹減る。これだ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 。オールデイダーツ。さっき失敗してますよね。失敗したって言うけど乗っただけすごいんだから任して。頼むよ。オッケー頼むよ。誰だと思ってんだ。はい、福原愛です。愛ちゃん頼む。よっしゃよっしゃ、およっしゃ。え、なんでなんでって10点。大好きやん。ルールズ初90点。あ、乗った。あ、乗った。あ、乗った。え、乗った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 。何点なんでしょうか。60点。ざけんな。合わせて70。これ大チャンスだったよ。すっげえむずいよこれ。夕飯にあんかかってきたよ。最悪生キャベツ食うっていう。そうだね。とりあえず人生ゲームして紛らそう。見てください、このベッドタイプにしました。おやすみなさい。うわぁ、下がれ。この1時間使って人生ゲームやります。何色がいい。ピンク、黄色、レインボー。黄色かな。そうですね。じゃあの負けた方はこの24時間中でも言うこと聞く。ゴールは永遠なんで一周しようよ。大将グーじゃけっぽい。入れて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 。じゃーん。1、2、3。入れた。2。在宅カードを1枚引く。1、2、3、4、5。保険会社、生命保険か自動車保険、どちらか一件に加入できる。生命保険しよう。2、3、4、5。ニュースカード。ニュースカード。ぴょーん。1。交通事故。治療費100万円。銀行支払う。あ、でも自動車保険に入ってたの。さっき何保険だった。生命保険です。ダメです。ざけんじゃねえ。サイコロ2つ同時に振り、プラン名の合計かける100万失うもらう。6。600万。ありがとうございます。400万円を銀行から受け取る。追加支給1000万円。ここ置いときます。俺のだ。インセンティブ1000万。やばっ。1000万。じゃあここ置いときます。おい遠い。1、2、3、4。1000万。さあ1000万。はい、キューください。俺はね、6億9600万円。俺は2億4140万です。あっしゃということで、何でもいいこと聞くってことですよね。そうです。取っとこう。朝日だということで50。あー、腹減った。もう絶対次は成功させよう。うちーアンパン当てろ。だった。あーいけるいける。ちゃんと探してるやん。さっき見たじゃん、そこ。せーので、うわ、うまそう。寝ますよ、もう。おやすみなさい。大阪から東京で登録で帰れなくてよ。うわー、最悪。そういう気分悪いよ。雲じゃなくて。ずっと揺れてる、ずっと揺れてる人。ずっと揺れてる人。深夜。ドラマーだった。